あ、そうか、その後をつけなあかんのか、なるほど。え？どうでもいいとこだけなんかちゃんと聞こえるっていう。リレミットじゃあかんのこれ。ああ、イベントか。どうして二人一緒に？これじゃどっちが勝ったのかわかんねえじゃねえか。ちょっとちょっと、バカなことを言うんじゃないよ。二人一緒なんだから引き分けだよ。おいおい、勘弁してくれよ。決着がつかなかったってことはカジノの再開は延期かよ。聞いてくれみんな、見ての通り勝負は引き分けだ。だが父の後継ぎは決まった。パパの後を継ぐのは私たち二人よ。二人で一緒にパパの後を継ぐわ。しきたり通り龍骨の迷宮でギャリング家の家長の証をこの通り刻んできた。おお、あれは死んだギャリングと同じ形の火傷の跡だ。確かに間違いねえ。俺っちはよく酒場でギャリングにあの火傷の跡を見せてもらったぜ。それともう一つ嬉しいお知らせがあるわ。明日からカジノを再開します。うわー、てってるてってるてってとてー、うわー、やった。うわ、ギャンブル依存症たちがなんかこの日を待ってたぜ。さてと、護衛を務めてくれた君たちにお礼をしないとな。だが私も妹ももうクタクタだ。お礼は明日渡すから、今日は屋敷に泊まっていってくれ。やりますか。やりますか。おはようございます。ご主人様がお呼びですので、支度ができ次第、今の方へいらしてください。いや、何気にこれククールも嬉しいはずなんだよ。ククールも結構ギャンブル強だから。で、今ってどこだか下だっけ。チーズをカジノで使う猿。まあまあまあかな。
600万円12000行っちゃったね。これでお別れか。CS40 個分。彼らと出会う前はまさかこんな結果になるなんて思いもしなかったよ。二人揃って父さんの後を継ぐなんてな。今にしてみればお互いが自分一人で後を継ぐと言い張っていたのが嘘みたいだ。人間の気持ちなんか案外簡単に変わるものなんだな。ちょっとお兄ちゃん、突然心変わりしてやっぱり一人で後を継ぎたいとか言い出さないでよ。私不安だわ。そんなことは絶対に言わんよ。この手のひらの印に誓って。じゃあ私もこの家長の証とパパに誓うわ。兄弟二人で力を合わせギャリング家を継いでいくってね。なんかあいつなんだっけ、なんだっけ、豚、なんか飛ぶ豚みたいな、あのジブリのあれにいたよな。紅の豚か、あれにそっくりやった。ででで、ちょ一回まあセーブ書いとこう。で北斗の寝台うと、北斗の寝台って何？あ、スロット？いや、真面目な話さ、このドラクエのカジノってどういうのがあんねん。俺が、だいたいその闘技場のなんかかけるやつとかポーカーぐらいやんな。さっき打とうや、エヴァロシ。ここどんだけスロットファン多いねん。スロットだの、パチンコだの。ちょっと待てよ。どこや？どこどこで、どこで、どこで、どこ？今日全録？全突破するしかねえじゃねえか。ちょ、どこどれ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 、右どれどれどれ、ピエロどれ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 、真ん中どれ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 、これこれだ。スロットえ、こんだけ、そんなバカなもっとあるだろう。全然人おらへんやんか。あれ、いや、なんかまあ、あー、なんかいきなりお姉さんがスロット打ってる。全然出ないよね。今日はついてないみたいよ。いろいろ聞いて回るか。あ、コインはゴールドに戻らない。なるほど。お、売ってる。売ってるけど、なんか、全然、言うほどみんななんか楽しみ、なんか前、でも、朝早いからか？これ変わってもらう？これ。わ、10コインスロット。
え、これはいいね。いい台なんこれ。あ、この台いいの来んの。あ、なんか隣に映ってる。あー、なんか意味がなさそう。どれ ?100 スローどれ ?100 スローがやりたい。どれ ?100 スローどれ ?100 スローどれ赤いやつ？ゴッドどれ？あれか。100スロー、100スロー。100スロー打たせろ俺に。え、マジで500枚かけれんのこれ。え、ちょっと待って待って待って、ちょっとこれ待って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 。ちょ、景品見てみよう、景品。グリムマンの鞭。はぐれメタルの鎧。あ、5万枚。ゴシックミトラ。はやぶさの剣。グリムガンの鞭、これ超強そうやな。だって、ゼシカの攻撃力がだって100以上上がるもん、これ。あ、しかも敵全体なん、これ。強すぎない？メダル買うか、とりあえず。いや、100スロいく。100スロいく。まず、とりあえずは、2000枚だな。いやいや、まあ、全額はちょっとさすがにね。いや、そんな多分投資もかすまないと思う。俺はもう一発でいく。え、ちなみにこれね、もう500枚だけが一番いいの、結局。でもあの、右下のさ、なんか星二つとか、あの辺は揃いやすいからさ。もう500枚だけ安定、これ。500枚やって5回しか回せないっていう。じゃ、4回しか回せない、これ。え、5回か。じゃあ行くぞ。いけ1万ゴールドやで、一回。来た来たうわぁ !2000 枚いきなり右下がり月揃い。これぞギャンブルの醍醐味よ。え、でもこれね、安心もできないよ。だって8回しか回せない、どの道。ああ、外したね。まあ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 。来い！来た！よし！上もちょっとなんか惜しいよね。太陽とキングスライム。ダブルリーチやったよね。まだ行く。お、まだ行くよ俺。まだ行くよ俺。まだ行くよ。さあ、中断。ああ、外した。あの、ストップってなんない一体。やべえな、このスロット。一気に8000枚。
や、これ20万枚いくよ、これ。え、だってさ、これさ、仮にこれで、ちょっと待って、仮にこれで、キングスライム揃いした場合って10万枚か。それ2回やればいいんだ、だって。それを2回やればいいんでしょ？今日入ってんな、これな。6っすわ、す。おぉ、来てた！来い、キングさん！あー、まあ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 。これ、なんか1回転力が入るね、これね。あ、2万枚か。キングスライム揃いの2万枚か。7揃いで、7揃いして5万。違う、7揃いで、ん？ 50 万？ 10万枚か。7揃い引けたらもう、夢が広がりんぐやこれ。中段キングスライム、おーっとあーそして、いやーでもこれちょっと序盤ちょっと小さい当たりがついたからって油断できないよな。だって一瞬で溶けるよ。500枚なんてこんなの。来た。うわー、惜しい。ちょっと。外したー。いやでもまだ、最初2500枚スタートだから。勝ってるからまだ。まだ勝ってる。さあ行け、さあ行け。あー、バジスクチャンス、覚醒っつって。来た！くぅ。これはもうテンポが大事や。もう、さっともいちいちもう案ずることなく。さあ行け、キングスライム！悔しい！だが、これでいい！おっと、これは、あ、星か。うん、はいはい。来た！あー、惜しい！くそ！あっという間4000枚なくなった。あ、これは仕留めたい。これは仕留めたいよ、今のはよ。今のは仕留めさせてくれよ。いいね、負けてないよ。しっかり出玉が出玉がね、追いついてきてる。来た！金スラ！あ、あー、でも7惜しいな。これ7揃いの確率ってどんぐらいなんこれ。2万分の3、399分の1、8000分、いや、8000分の1とかってさすがないでしょ。来た！あー。やばいな、やっぱ、一回に500枚かけるから。来た！この時点でまあ当たりは確定。まあ、オッケー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 。6500分の1。ああ、惜しい。やばいな。最初のメダルとはあんま変わんなくなってきた。頼む。うわぁ、くしょー！ちょっと待って、ごめん。いや、まあ大丈夫、大丈夫。焦るな。ストップだの、なんかキングスラーだの、バーだの、揃えれば、ああ。これもスロットで生きていく。来たー！テンパった、いけ！ああ。
大丈夫、安心しろ。大丈夫、大丈夫。さあ。太陽みたいなの揃ったのが熱かったよな。マジで。来たー、頼む、これマジ嘘やろ。メダルだ、メダルをよこせ。これ揃うんか、ほんまに。頼むよーかー。ゴッド、ゴッド、頼む、これだ。いや、まだわからん。まだわからん。よし。オッケーオッケー、6、15か6。そこじゃねえんだよ。6、よしよし、リーチ。15、15、15。惜しい。あ、でもダブリーもある。ダブルリーチ、あと12か15。だけなんだ、魔が差したんだ、一回だけだ、もうこれ以上はやらない、だから見逃してくれお前ら。
ルーレットやろう。健全な遊びをしよう。ルーレットやろう。健全な遊びやろう。まあ、とりあえずルーレットをこれである程度増やしてルーレット行こう。